はいどうもヒョドルです。ワイルドアームズアドバンスドサード実況プレイ続きをやっていきたいと思います。各キャラクターのプロローグをねプレイしていっている途中で次が3キャラ目になりますね。こちら行きたいと思います。貨物室に隠れていた不審人物ね、行きましょう。ギャローズ、マッチョ系のキャラですね。運命の交差より遡ること5日。ギャローズ・キャラダイン、24歳。見えざる血と宿命に反発し、一人飛び立った渡り鳥。自由を愛し、自由を求め、自由に生きる。そのために自分に備わった。だが彼はその行為の持つ矛盾に未だ気づいてはいない。その力こそ他ならぬ血と宿命がもたらしていることに。もともとね、ちょっと特殊な出自というかね、そういう感じなんですよね。大地の民バスカーの秘宝を搬送される。世界を支える力との交信を可能とするとされる秘宝アークセプターが大陸横断列車にてバスカーたちの集落へと搬送されることとなった。超自然の力に干渉する A ランクの秘宝だけに、それを狙った列車強盗なども十分に予想され、バスカーの秘宝アークセプター、そいつがなんと列車での搬送だったらよ。俺のアークセプターは一体何なんだよ。たまんねえな。バージニアが一番最初に見たお宝がそれってことですね。さらに3ヶ月ほど遡る。だいぶ遡りますね。兄上、本当に行くのですか？ああ、神官の血を引きし者は神官職につけだぞ。冗談じゃねえ。なんでこの俺がそんな壁臭いしきたりに従わなくちゃなんないんだよ。俺は自由に生きるぜ。誰の指図も受けるもんか。だからって何もバスカーの秘宝を勝手に持ち出さなくたって。秘宝アークセプター、世界を支える力と交信し、その力を得ることができるという。すげえじゃねえか。そいつを自分のものとして使いこなせれば、荒野でこれ以上ないくらいに頼りになる。たとえうまくいかなかったとしても、売っ払っちまえばしばらくは不自由しない金になるはずだ。それに何よりババアに一泡吹かせてやることができる。はあ、全くついていけません。でも分かりました。僕は手伝ったりしない代わりに、兄上の邪魔をすることもありませんから。さすがは我が弟。俺に似て頭の回転が早い。俺の望んだ答えが返ってくる。ところで、俺と違って頭の回転が鈍いババアはどうした？朝から見かけませんね。里の祭壇か、それとも南のサンクチュアリかよ。かあ、タイミング悪すぎだ。よりにもよってこれから向かおうってところに先回りしてるんだもんな、あの性悪ババア。それは関係ないと思うんですけど。それでも決心は変わらないんですよね。ああ、もちろんだ。僕が夢見の力で兄上の未来を見てあげましょうか。うまくいくかどうか知りたいですよね。いや、遠慮しておくぜ。俺の未来が明るいのは決まっているようなもんだからだ。どれだけ素晴らしいのかなんて今知ってしまったら先の楽しみがなくなっちまわ。兄上、何も根性の別れってわけじゃないんだ。もっと気楽に行こうぜ。ファルガイアの各地で見聞きしてきたこと土産話にして、たまには帰ってくるからよ。そんな顔で見送るなよ。秘宝を勝手に持ち出しといて帰ってこれんのかな。はい、じゃあ気をつけて。というわけで、まあちょっとなんていうのかな、まあ不良ですね。不良息子というか、
まあ、新刊の地バスカーってね、ワイルドアームズで、各シリーズでたびたび出てくる、まあ、ちょっとなんていうのかな、インディアンというか、ちょっとこう原住民族的な雰囲気を持っている一族として描かれることが多いですね。で、そこに生まれた神官の血を引くものがギャローズですと。これから秘宝をパクリに行くとこってことですね。おや、キャラダインさんちのアクタレじゃないか。今日は何を企んでるのかい？悪いけど、おばちゃんには関係ないことだよ。おや、ご挨拶だね。まあいいさ、のんきに散歩じゃないってことくらいは私から見てもわかるからね。おばちゃんは釜かけるのうまいな。そうでもないさ、ただあんたがいたずらするときの目をしてたからね。私が聞かなくても誰かが聞いてたさ。俺ってただのバカみたいだな。まあそのおかげであんたがどんなに悪たれでも里のみんなはどこか憎みきれないんだよ。何をやっても無事ならいいさ。はい、これを持っておいき。お、やった、おばちゃん太っ腹。の、あー、これがショーアルパバーですね。サンクチュアリの方に行ってたわけではなかった。珍しいこともあるもんじゃな。お前が里の祭壇を訪れるとはな。そう言うなよババア、ここにいたのか。俺はてっきり南のサンクチュアリにでも行っているものかと思っていたぜ。お前、南のサンクチュアリに用事でもあるのかい？まさか俺がそんなところに。俺が用事あるのはババアだよ。ふん、そうかい。じゃあさっさと用事を追い。ああそうだな、あれ、用事ってなんだっけな。ババアの元気そうな顔見たらど忘れしちまったぜ。後で思い出したらまた来るよ。本当、まあなんかさっきおばちゃんに言われた通りっていうか、もう嘘つけないたちですね彼は。お前が南のサンクチュアリで何を企んでおるのかわからんが、かの地は別名落ちたサンクチュアリ。中途半端なお前ごときの技量では侵入者防止の仕掛けは超えられぬと心しておけい。バレバレ。まあそれでもなんかこういきなり糾弾したりはしないんだね。まあある程度は信頼されてるというか慣れっこな感じなのかな、うん、これだけこうしっかり村をうろうろするのは初めてですね。そういえばアウトフィールドを旅するにあたって重要なことは次の3つ。襲ってくる魔獣を退けるための力と目的地に関する正確な情報、そしてサーチシステムだ。アウトフィールドでの視覚操作によってサーチウェブは周囲に展開される。サーチウェブ内に君が情報を掴んでいる目的地が存在していれば、そのマップシンボルが表示されるだろう。一度発見したマップシンボルは目的地のマップが存在する限りずっと表示され行き来も自由にできる。逆にマップシンボルを発見しない限りいつまでも目的地に到達できない。つまりサーチを怠ることは遠回りするみたいなものなのだ。前作ワイルドアームズ2からね、引き続きサーチシステムがありますね。ヒルベリーゲット、まあ、若干煩わしさもあるシステムなんですけど、マップ上のね、街とかダンジョンとかっていうのが最初から見えてるわけじゃなくて、サーチシステムでこう探して発見しなきゃいけないんですね。で、前情報をちゃんと持っとかないと見つけることができないっていうね、仕様になってます。この星に生きる人の歴史と我らバスカーの歴史は密接に関わっており、お主も神官の血を引くのなら、バスカーの成り立ちくらいは知っておろう。聞けば思い出すんじゃないかな。遥かずっと遥か、遠い我らの祖は、この星で大きな争いを起こし、あまたの命を奪ったという。やがて、争いの刃は、星の命そのものをも傷つけてしまい、世界を緩慢な滅びへと突き動かしてしまう。祖は、争いに疲れることで、初めて事の愚かさに気づいたという。が、刃を収めし時すでに命の多くが失われていたのであった。やがて争いを超えて生き残った者の中より、星の上に生きるのではなく星の中に星と共に生きることを唱えし者が現れる。
かの者は世界を支える力とその力と意志を交わすデミヒューマンの生き方こそが星の命をつなぐ教えと信じるのであった。この考えに共鳴した者がこの地に集落を作り、俗世間から離れることで自然と共存するという意志の体現をしてきたのだ。なのにお主のいでたちは何だ、すっかり俗っぽくなってしまいよって。神官の正しき血筋が嘆いておるぞ。まあちょっとよく思ってない系のおじさんですねみんながみんなあのさっきのおばちゃんみたいな感じでもないってとこかな。はい、というわけでじゃあ南のサンクチュアリ行ってみましょうかね。アウトフィールドですね。はい、まあなんていうかオーソドックスな RPG によくあるね、アウトフィールドがあって、そこでこのサーチシステムを使うことでこうしてマップシンボルを発見して、ダンジョンだったり街だったり入ることができると。これをやんないと、街にとかいつまでたっても発見できないので、まあ、ちょっとねそのフラーッと行ってフラーッと見つけるみたいなのがねないのがちょっと残念なところでもあるんですけれども、まあそういった感じのシステムで成り立っております。さてと、アークセプターを手に入れるため一丁気合でも入れ直すとするか。俺にはミディアムに備わったアルカナの力があるんだ。こいつを使えばサンクチュアリに救う魔獣だってお茶の子なんちゃらって寸法よ。ギャローズが装備しているミディアム水のささやきにはアルカナと呼ばれるバトル時に使用可能なコマンドが備わっています。アルカナはそれぞれに規定された必要 FP 以上のフォースを貯めると使用することができます。アルカナを使っても FP は消費されることはありません。まあ、これも2に引き続きですね。 MP っていう概念はなくて、カチッとな、お、階段が現れた。なるほどね。 FP が、必要以上貯まっていれば魔法バカスが打つことができるというような感じになってます。あ、これまだあれだな、ミディアムのなんやかやはまだ見れないみたいなんで、じゃあ先進みましょう。ブロックに向かって丸を押し続けるとプレイヤーキャラクターはブロックを掴んだ状態となります。ブロックを掴んだ状態で方向キーをプレイヤーキャラクターの前に入力するとブロックを押すことができます。反対に方向キーをプレイヤーキャラクターの後ろに入力するとブロックを引くこともできます。あららららららら思ってよいしょと、スイッチの上にブロックを移動させて、扉が開くと、まあ、オーソドックスなやつですね。こういう感じのね、こうちょっとしたパズルというかがワイルドアームズシリーズおなじみのマップギミックというかね、ダンジョンの攻略になってますね。グッズフリーザードール、四角を押すことで氷の精霊の力を宿した人形から冷凍光線を発射する効果があります。精霊の生み出す陶器の力は燃え盛る食材の炎を一瞬で吹き消すなどの行為を可能とします。ギャローズの最初のグッズですね。あ、消しちゃった。1回ぐらいはねちゃんと戦ってもいいんだけど、こうやって食材の火を消すことで扉が開くと、こうぐるぐるーっとビームを発射できたりします。これはもうね、マップの攻略に使うためだけのものなので、まあ、戦闘中何かあったりとか、そういうことは特にないですね。ヒルバグ、これおなじみです。とりあえず攻撃。ギャローズはね、これどう見てもマッチョなんだけど、なんと魔法使い系なんだよね、性能自体は。これですね、アルカナ、要はまあドラクエでいう特技だったりとか魔法だと考えれば OK です。プレッシャー、リフリジレート、ヒール、アナライズ、この白い四角がミディアムって言って、その装備品なんですけれども、その装備品と魔法が紐づいている格好になってますね。まあ後々もうちょっと詳しくわかるでしょう。今ギャローズが使えるのは水属性攻撃、氷属性攻撃、
ヒール回復ですね。でアナライズ、まあ、敵の情報を調べるコマンドということで、これどうだっけな、水が弱点かな。マッチョだけど魔法使いキャラなんで魔法の方がダメージが出ます。今のが水属性魔法で、今度はこっち使ってみましょうかね。リフリジレイト、赤字が弱点ですね。なので氷が弱点ですね。で魔法で敵にとどめを刺すと、こういったあのウォータージェム、フローズンジェムっていうね、ジェムっていうアイテムを獲得できて、まああの魔法が消費アイテムとして発動させることができるというようなアイテムになってますね。この辺はまあなんかサクサクっといっちゃいますけど、全部の火を消したら扉が開くと。まあプロローグなんてね、だいぶこう優しめなマップギミックになってますね。白ジェムでエンカウントキャンセルゲージを回復させつつ、これはこれが動かせるやつか。これをスイッチの上に置くとこれが降りてきて、これは踏んで起動させるスイッチですね。でこれは開くけど離れたら閉まっちゃうんだよな。特にブロックもなさそうだったんで、とりあえず奥進んでみましょう。ぐるっと、これさっきと一緒ですね。なんかそのまま進んでいく感じになっちゃったけど、あれブロックなかったよな。一応見とこうかな。勘違い？そんなことないと思うんだけど。ああ、まだやっちゃった。うん。やっぱブロックないよな。もうエンカウントキャンセルゲージがすっからかになっちゃった。お、けどゴールですね。あれがアークセプターだ。冒頭で持ってたやつですね。待たせちまったな、かわいこちゃん。いい男がかっさらいに来ましたよ。侵入者防止用のセキュリティがあって、あのババアが言ってましたけど。ったく、未来の新刊候補様に対してこの仕打ちかよ。お、ボス戦ですかね。お、4体。なんか可愛らしいね。ケサランパサラン。警告を発する。すげえ、みんなに警告されてる。コース溜まったな。これですね、エクステンションアルカナの効果範囲をグループ対象に拡張。まあ普段だったら単体攻撃なんですけれども、プレッシャーリフリジレイト、これが全体攻撃というかグループ攻撃ですね。 ABCD に対して発動することができると。これ行ってきましょう。この辺はちょっとあの記憶がねわりかし鮮明なんでサクサクやっちゃってますけど、さてこれで晴れてアークセプターちゃんは俺のものとなるわけだ。終わりよければ全てよしと。アークセプターゲットだぜ。というわけで、じゃあ戻りましょう。
あららら、あー出ちゃった。はい、というわけで急いで戻りましょう。お、開いた。勘弁してくれよ。こいつも盗っと撃退の仕掛けなのか。閉じ込められちゃった。おい、こら開けやがれ。俺を誰だと思ってやがる。その輝ける将来を嘱望されている若き神官候補様だぞ。盗っとなどと一緒にしてくれるなよ。おい、聞いているのか。そんなに大声でわめいていたらサンクチュアリの外まで聞こえてしまいますよ。誰だ。シェーン君、できた弟。誰だって。じゃあ一体兄上は誰に向かってわめき立てていたのですか。シェーン、さすがは俺の弟。兄の危険を夢見してはせ参じてくれたのか。そんなに都合のいいものじゃないですよ。兄上ならどこかで絶対ポカをすると思いましてね。ある種信頼されてるというか、なんだか引っかかる物言いだが、まあいいか。見ての通りニッチもサッチもどうにもな状況なんだ。なんとかならないか。いきなり言われても何ともしようがありませんよ。とりあえず今できることから打開策を考えてみましょうよ。うおー、凍って割る。そういえば神官に着くためにはアークセプターを手にして戻る試練が課せられると聞いたことがあります。つまりどうにかしてサンクチュアリの仕掛けに僕たちを正式な神官と認識させることができれば、あるいは、うおー、僕は正式な神官でーす。これアイテムとして使うみたいな話。ギャローズはアークセプターに向かって意識を集中した。ギャローズの心に大きな意志が直接語りかけてくる。己が力をもってして立ちはだかる壁を越えてみせよ。壁は常に己が力を超える厚さと高さを備えている。それでも越えようと望むのならば、まず己が限界を超えてみせよ。つまり、おーどん。つまりは半人前の神官候補が神官に匹敵するだけの力をこの場で示せばいいってことだな。口にするのは簡単だけど、一体どうやって。まさか僕の力を当てにしているんじゃないでしょうね。断っておきますけど無理ですから。ピンチになったら実力以上の力を発揮するなんて、そんな都合のいいことありえませんからね。そんなせこいことを考えているわけないだろう。俺が描いた絵はもっとこう理にかなっているというか、納得のいく作戦だ。では聞かせてくださいよ。こいつ時々鋭いな。幸運なことにこの危機的状況に対して俺たちは一人じゃないってことさ。幸運？僕にとっては十分不幸なんですけど。なかなか厳しい物言いだね。まあ聞けよ。俺たちは半人前の神官候補、それは間違いないことだ。そしてその半人前の神官様が2人揃っているってのも間違いないこと。そうだよな。つまり俺たち一人一人は半人前でも、2人の力を合わせれば単純計算で2倍、十分に1人前に値するって計算だ。待てよ、うまくいけば2倍どころじゃないぞ。兄弟の絆が奇跡を起こせばその力は無限大。大変だ、俺たち最強コンビじゃねえか。結局都合のいいことを考えているじゃないですか。ともあれ僕たちの力を合わせるというのは試してみる価値がありそうです。
頼りない可能性ですけど。けどもうどうしようもないからな、完全に閉じ込められちゃう。それでも選択肢がそれしかないのなら、そいつにかけるしかないだろう。力を貸してくれシェン、一緒にこの壁を越えるんだ。すごい、まさかこんなことって。兄上、もしかしたらもしかしますよ。聞いてくれシェン、俺は渡り鳥になる。自由を手に入れるために、俺の背負った血と宿命という名の逆風に抗えるだけの翼持つ渡り鳥になりたいんだ。すまない、後に残ったお前に面倒を全部押し付けてしまうことになる。そいつを許せないなら俺に力を貸すのをやめるんだ。そうすりゃ俺は。兄上、少し黙っていてください。あと少しなんです。あと少しで僕が兄上の手助けができるんです。兄上が僕のことを憂うことなく自由に飛び立つためには、僕が力をつけなければいけないんです。こんな形でしか兄上の手助けになれません。なれないから。シェーン、お前結構、まあなんか厳しいことも言いつつ、お兄ちゃんのことは慕ってるんだね。お、バリアが溶けたかな。うるわしの兄弟愛が力となってようやっと手に入れたアークセプターなのに、今度そのアークセプターが列車で搬送されるとは全くおかしな話じゃねえか。俺の持つものが本物なのか、搬送されるのが本物なのか、まあどっちにせよ両方とも俺が手にしていれば問題なしだな。それでまあ強盗に入ったと。束縛からの解放を望み得て荒野に舞い上がった渡り鳥。次なる標的はこの手にある秘宝アークセプター。秘宝の真贋を確かめることは己の価値を知ることにも通じる。それは芽生え始めたケチな誇りかもしれない。我に合わない危険を伴うのは承知の上、それでも目指すは己勝ちと宿命の、だが定められた宿命から外れてみても、そこにまた見えざるレールが望み欲して手にしたもの、それを自由と呼ぶことこそが自由。自由を知らぬまま行く距離の片道切符は安い。これマジ早いんだよな。ちょっとあれだね、皆さん一時停止しながらね読んでいただければと。きちいなマジで。3の一番しんどいとこですね。一番かな、一番かどうか分かんないけど。はい、というわけで、ギャローズのプロローグは以上で終了ということで、残るところはあと一人ですね。今のところは駆け出しの渡り鳥と、ちょっと不愛想な少年と、あとバスカーの血を引く青年になるのかな、24歳、マッチョ、マッチョ魔法使いで有名ですね。というわけで、引き続きですね、プロローグ次回もやっていきたいと思いますが、今回はこの辺で。どうもありがとうございました。